エンジンルーム見てきまーす。エンジンルーム内、まあ年式距離考えるとね、結構綺麗な状態かなっていう感じですね。で、このね、水温のところにこのセンサーのアダプターがついてるんですけども、特に室内メーターがあるわけではないので、まあこんな感じでですね、ここだけ、抜かれているような感じなんですけども、まあこれもし必要なければね、純正のラジエーターホース、つけちゃえば、まあここら辺りからね、漏れてくるみたいな心配もないかなと思います。で、無限のオイルフィラーキャップがついてますね。こんな感じになってます。まあ特にエンジンルーム内気になるようなところもないですかね。こんな感じですね。はい、ではエンジンかけてみます。はい、エンジンかけてみました。まあエンジンルーム内から聞いても変な音とかはしてないですね。こんな感じで特段なんか違和感のあるようなところはなさそうですね。アクセルのレスポンスもいいですし、吹き上がりも特に問題ない感じです。はい、以上です。